ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな話を紹介するの？今回は、霊感が強くて、いろいろなものが見えすぎる友達の話だ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介したすべての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、霊感の強い友人の話だ。怖い話で霊感の強い人はよく出てくるけど、この人もすごいの？ああ、本当にすごいぞ。そして、この友人が投稿者と一緒にいるのには理由があって。それでは聞いていただこう。実際に自分が体験した話。ダラダラしててまとまりないし、オチもついてないけど。10年来の友人に、イーちゃんというものすごく霊感の強い子がいる。どのくらい強いかというと、幼い頃から予言めいたことを口にしていて、それが口コミで広がり、わざわざ遠方からイーちゃんを訪ねてくる人がいたくらい。その人たちの要件は主に、行方不明になった我が子を探してくれというもの。イーちゃんは写真を見ただけで、その人物がどこにいるのかがわかる。そして実際に当たっている。ただし、その人物が亡くなっている場合のみだけど、幼かったイーちゃんは深く考えずに、コンクリートの下に埋まってるよ。なんて答えていたらしい。やがて成長すると、自分がどれだけ残酷な回答をしていたか気づき、人探しは断るようにした。それから周りには能力が消えたふりをし続けてきたらしい。本当はいつもうじゃうじゃ霊の存在を感じていたけれど。そんなイーちゃんと私は、中学で出会った。最初はすげえ美少女がいるなぁという印象だった。ちなみにイーちゃんはイギリスとのクォーターで、佐々木希と北川景子を足して2で割ったような顔をしている。あまりに美少女だったから、高校の時、芸能界入りを進めたら、某大手プロダクションのオーディションにあっさり受かり上がった。だけど本人にやる気がなかったせいか、半年くらいで辞めてしまった。それからは普通の高校生として、イーちゃんはよく私と遊んでくれた。学校帰りにはいつも二人で買い食いしてた。ある時、どこかの施設の外階段に座って二人でお菓子食べてたら、上から降りてきたおばあさんに話しかけられたことがあった。おばあさんは足が悪そうだった。人がいっぱいおるけど、今日何かあるんですか？おばあさんが言った。下の道路はたくさんの人で溢れている。お祭りがあるのだ。こういう時、人見知りの私はいつもイーちゃんに話を任せてしまう。しかしその時のイーちゃんは違った。そっぽを向いて、おばあさんと話す気などまるでなし。仕方なく私が答えることにした。祭りがあることを教えると、おばあさんは納得した。だからこんなに人がおるんだねー。おばあさんはニコニコしていて、足を引きずりながら、ゆっくり階段を降りていった。その間、イーちゃんはずっと黙っていた。そしておばあさんの姿が視界から消えると、ようやく口を開いたイーちゃん。今の人、とっくに亡くなってるよ。驚いた。だってしっかり姿見えていたし、私は会話までしている。嘘でしょ？私は半笑いで聞いた。しかしイーちゃんは真顔だった。嘘だと思うなら、階段降りて行ってみなよ。もう姿消えてるはずだから。半信半疑で階段を降りるも、すでにおばあさんの姿はなかった。1階まで降りて探してみたけど、どこにもいない。その階段というのが、螺旋階段に近い作りになっていて、確か階段を使うためには、1階、5階、7階から入るしかないはずだった。5階から1階までの間は、建物の中に入ることもできない作り。そして私たちが座っていたのが、5階あたり。そこから1階まで、足を引きずっていたおばあさんが、短時間で降りられるわけないのだった。イーちゃんの元へ戻ると、彼女は、やっぱりね、という顔をして、ポッキーを食べていた。多分大丈夫だよ。人が多いから、気になって出てきただけみたいだから。害のない霊だよ。じゃあなんでイーちゃんは、おばあさんと話さなかったの？私に能力があると知ったら、害のない霊でも、ついてきちゃうことあるから。私、普通におばあさんと会話しちゃってたんだけど。平気平気。これが私が初めて霊を見た瞬間だった。霊ってもっと怖くて、怨念深い感じで出てくるものだと思っていたから、なんだか拍子抜けした。すごくナチュラルに出てくるものなんだ。亡くなって霊の姿になっても足を引きずってるなんて、かわいそうだね。いやいや、実際私が普段見てる奴らはあんなもんじゃないから。もっとグロいよ。あんな優しそうなおばあさんの霊を見ただけでも、やっぱりちょっと怖いなと思っていた自分が恥ずかしくなった。そして改めて、イーちゃんが置かれている環境の特殊性を知った。その後の私は、霊を見ることなく、無事に高校を卒業した。卒業後、イーちゃんは事務職に就き、私は実家に住みながらフリーターをしていた。お互い仕事とアルバイトに追われ、イーちゃんとはあまり会えなくなった。しかし、たまにメールや電話で、やりとりは続いていた。
イーちゃんが仕事を辞め、夜の仕事を始めたと聞いたのは、高校を卒業してから1年ほど経った頃だった。夜の仕事を始めたきっかけは、父親のリストラだったそうだ。さらに、イーちゃんの家には、早くに結婚してで戻ってきた妹さんと、イーちゃんにでイケメンなのに、なぜか引きこもりの弟さんがいた。イーちゃんは家族を支えるため、必死に働いていた。なんだか、実家に帰省して、ふらふらアルバイトをしている自分が恥ずかしくなった。就職活動を始めた私は、しかしなかなか面接に受かることができず、最終的に販売系の仕事で、準社員として働くことになった。仕事場となった店舗は、数年前に殺人事件があった現場。この事件、当時は結構ニュースとして話題になった。仕事は販売系と書いたけれど、実際はちょっと違う。今でも検索すればすぐ事件を特定されてしまうので、実は職種ははっきりとは書けない。いわくつきの職場ということで、いざ働き始めてみると、いろいろな話を耳にした。前の店長が失踪したとか、社員がみんな病気になるとか。しかし、私は特に何の変化もなかったので、気にせず働いていた。そして、働き始めて1年が経った頃のこと。その日は朝から雨が降り続いていた。客は数人しか来ず、開店休業状態。午後には完全に客足が途絶えた。店長と社員さんは配達に出てしまったため、店番は私一人。雨のせいかあたりは薄暗く、なんだか気味が悪かった。レジで手仕事をしながら時間を潰していると、足音が聞こえた。気づかぬうちに客が入ってきたのかと思い、とりあえず、ブックオフ風に店全体に響き渡るよう、いらっしゃいませーと声をかけた。それから、客の相手をしようと店内を探したのだが、誰もいない。気のせいだったのかと思って、レジに戻り、仕事を始めると、また足音。だが、やはり客の姿はない。こんなことを何度か繰り返していると、さすがに怖くなってきた。そして何度目かの足音。今度ははっきりと背後から聞こえた。はじめはひたひたひた、くらいだったのが、次第に小走りになり、すぐにダダダダダッという足音が近づいてくるのがわかった。やばいやばいやばい、恐怖に硬直していると、視界に見慣れたジャンパーの色が入った。店長が配達から帰ってきたのだ。ほっとした瞬間、足音が消えた。恐る恐る振り返ってみる。誰もいなかった。どうかした？何も知らない店長が、不思議そうな顔をして聞く。私は平静を装って、何でもありません、と言った。しかし声は震えていたと思う。その後、店長は何か問題を起こしたとかで左遷され、社員さんも次々と辞めていき、店のメンツは様変わりした。私は店舗で一番の古株になった。新しい店長は大学出たてで、まだ右も左もわからない状態。その店長とほぼ同時に入ってきたのが、アルバイトの K 君だった。K 君は、最近までニートで引きこもりに近い生活をしていたとかで、なんだか挙動不審。店に出して客の相手をさせることは、まず無理だろうということで、K 君の仕事は主に、配達の助手や事務的なことが中心だった。しかしいざ働いてみると、K 君は案外面白い人だった。私の知らないアニメや漫画をよく教えてくれた。やがてみんなと打ち解け、明るくなった K 君は、レジ操作なんかも覚えて、接客もできるようになった。ある時、配達でみんなで払ってしまい、店には私と K 君の二人きりということがあった。K 君は事務所の中にこもって、何かやっている。その日は客が多く、レジが混雑してきた。私一人では回すのが難しくなってきたので、K 君に応援を頼もうと、客が途絶えた瞬間を見計らって、事務所のドアの外から呼びかけた。K 君、ちょっと出てきてもらっていい？事務所の中からは返事がない。事務所のドアは、上3分の1くらいが曇りガラスになっていて、外から中の様子がぼんやりと伺える。スタッフジャンパーを着た人影が中で動いていたので、K 君が確実に中にいることは分かった。聞こえてないのかと思い、ドアを開けて直接話すことにした。ガチャガチャ。K 君、内側から鍵かけてやがる。この忙しい時に何やってるんだか。怒りに任せて、しばらくドアノブをガチャガチャやりながら、大声で中の K 君に呼びかけていた。K 君、何やってるの？ちょっとレジ手伝ってほしいんだけど。その時、背後から声がした。あの OM さん、何やってんすか？ K 君だった。あれ、事務所の中にいるはずじゃ。K 君は店の裏で掃除をしていたのだという。じゃあ今、事務所の中にいる人は誰？そう思った時、いくらやっても開かなかったドアがあっさりと開いた。中には、誰もいなかった。確かにスタッフジャンパーを着た人影が動くのを私は見た。だから K 君が中にいると思ったのだ。しかし K 君はずっと店の裏にいた。事務所には窓がなく、出入りするにはこのドアを使うしかない。じゃあ、私が見た事務所の中の、スタッフジャンパーを着た人はどこへ行ってしまったのだろう。背筋に冷たいものが走った。その後は客の相手に忙しく、真相を突き止める暇がなかったので、
このことはうやむやになってしまった。K 君が何か嘘をついているようには見えなかったし、深く考えると怖いので考えないようにした。それから数日後、出勤すると店の裏口に花が備えられていた。数年前に起こった事件、その日は被害者の命日だった。毎年この日になると、遺族が夜のうちにひっそりと花を供えに来ている。事務所の中には小さな仏壇がある。毎年、花はその仏壇にあげていた。それからしばらくして花は枯れてしまうが、スタッフの誰もその枯れた花を始末しない。なんとなく、触れたくないとみんな思っているようだ。仕方なく私が手を伸ばした。その時だった。捨てるな。K 君が怒鳴った。いつもボソボソと話す K 君の、初めて聞いた怒鳴り声。驚いた私は、とっさに鼻から手を引っ込めた。何か気に入らないことでもしただろうか。あの挙動不審な K 君が、こんなにも怒りをあらわにするなんて。ごめんね。どうしたの？私は K 君に謝った。しかし、何のことすか？ K 君はキョトンとしている。今、怒鳴ったよね？いえ、何も言ってないですけど。K 君は自分が怒鳴ったことを忘れているようだった。それとも私の聞き間違いだったのか。念のため、花はもうしばらくそのままにしておくことにした。そんな出来事があってからも、私は変わらずその店で働き続けた。店長と付き合い始め、職場恋愛に浮かれていたのだ。いつもスタッフが帰った後、店長と二人残ってレジ締めしたり、店のことを話したり、楽しかった。ある日、閉店時間になっても配達から店長がなかなか帰ってこず。閉店後も私は一人、仕事をしながら彼の帰りを待っていた。そういうことは今まで何度かあった。彼が戻ってくるまで、一人は怖いので、大抵は店の電話を使って友達と話しながら待つことにしていた。その日は久しぶりに、イーちゃんに電話をかけてみることにした。今、まだ職場にいて一人で暇なんだよ。話付き合ってよ。イーちゃんは心よく OK してくれ、しばらくは高校時代の話などして盛り上がっていた。しかし、次第にイーちゃんの口数が少なくなり、声のトーンも暗くなった。心配になった私が聞いてみると。M ちゃん、今、職場にいるんだよね。そうだよ。今すぐそこから離れて、早く。イーちゃんはものすごい剣幕で、私にすぐ帰るよう言ってきた。幸い、店の鍵は任されていたので、私はさっさと身支度をして店を後にした。何が何だかわからぬまま家に帰りつき、彼には用事があるので先に帰ったことを伝えた。そして、イーちゃんに理由を聞こうと電話に手を伸ばした時、イーちゃんの方から着信があった。さっきはどうしたの？私が何か言おうとするのを遮り、イーちゃんが言った。あんたの職場やばいよ。店で電話してた時、すごいノイズが入ってたし、M ちゃんの声も変な風に聞こえた。別人みたいな声になってた。それからイーちゃんは、このままその職場で働いていると良くないことが起こるから、すぐに仕事を辞めた方がいいと言ってきた。私は迷った。イーちゃんの言うことなら信じられる。だけど、すぐに辞めたら周りに迷惑がかかるし、次の仕事を探すのもこんな田舎では難しい。迷った末、どうにも決めかねて、次の日も仕事に行くことにした。翌朝、家を出ると目の前にイーちゃんがいた。久しぶりの再会だった。だけど、なぜこんな朝っぱらから訪ねてくる？イーちゃんは会って早々、玄関の前で土下座をしてきた。お願いだから、もうあそこへは行かないで。イーちゃんは泣いていた。思えば、イーちゃんが泣いたところを見たのは、その時が初めてだった。私はまずそのことに驚き、かなりうろたえた。結局、私はイーちゃんの剣幕に負け、その日は仕事を休むことにした。そして結局、一日中、イーちゃんに説得され、そのまま仕事を辞めることになった。イーちゃんの紹介で新しい職場もすんなり決まり、仕事に慣れてきた頃、私はあの店で一緒に働いていた人と偶然再会した。その人も、もうあの店は辞めたらしい。話を聞くと、私が仕事を辞めてからも、やはり色々とあったらしい。みんな体を壊したり、ノイローゼになったり、事故に遭っていたり。イーちゃんは、私がこんな目に遭わないように、仕事を辞めるよう説得してきたのだった。そんなことがあってから数年が経ち。現在、私は職場の先輩に紹介された人と結婚し、新居に移った。先日、その新居にイーちゃんが遊びに来てくれた。夫となった人に会わせると、イーちゃんはとても喜んでくれた。もう大丈夫だね、M ちゃん。これからはこの人が M ちゃんを守ってくれるよ。私はこの時にはもう悟っていた。なぜ可愛くて男子からも人気のある E ちゃんが、私のような地味な子と一緒にいるのか。なぜ頭のいい E ちゃんが、わざわざレベルを落としてまで私と同じ高校に進学したのか。なぜモデルになりたいと言っていたくせに、せっかく入れた芸能事務所を辞めたのか。昔から、私が一人で出かけようとすると、E ちゃんはよくついてきたがった。ビジュアル系なんて興味ないくせに、ライブにまでついてきたし。
買い物だって美容院だって、わざわざ私の趣味に合わせてくっついてきていた。全部、私を守るためだったのだ。中学で初めて会った時、イーちゃんは、私の背後についているものの存在を気にしていた。そして、そのものが引き寄せる数々の悪いものから、イーちゃんはずっと私を守ってくれていたのだ。イーちゃん曰く、今の旦那と一緒にいれば、私はもう大丈夫らしい。肩の荷が下りたように、イーちゃんは晴れ晴れとした顔をしていた。そして今、イーちゃんは、変わらず夜の仕事を続けながら、きちんとした指導者について、除霊の勉強をしている。一人でも多くの人を救うために、その勉強はものすごく辛いものらしい。今まで無意識だった能力を、意識して使おうとすると、よくわからないのだが、力が暴走するらしい。そのせいで、見たくないものが部屋に横たわっていたり、いろいろなものが寄ってくる影響で、体を壊して何度も病院に運ばれたりしている。それでも彼女は頑張り続けている。私は、もう一生、彼女には頭が上がらないだろう。イーちゃんと出会わせてくれたことを、神様に感謝したい。以上、嘘っぽいところもあると思いますが、すべて実際に起こったことです。長々と失礼いたしました。イーちゃん、本当に友達思いの優しい子ね。ああ、ずっと投稿主を守ってきたんだろうな。皆さんはどう思われましたか？コメントもらえると嬉しいぜ。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。